<laughs> どうゃいますえ今日なんですけどタイトルにもある通り MB さんのお話をしようかなと思ってます <laughs> まああのー、第一にキャッチーですし、まあ、第2に、あのー、コメント欄でそういうようなコメント頂い,いたんですよ <laughs> MB さんについてどう思いますかみたいな まあそういうのもありましたんで、ちょっと今日はあの、ネタにさせていただきやすという感じでございます。で、まあ皆さん、MB さんっていう方ご存知ですかね。まあもしかするとその、なんですかね、最近ね、知った方は、MB さんをなんかこう、YouTuber だと思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、MB さんってのはまあそもそも、あの、新潟かな新潟の確かショップの、 あのー、方で、そっから、まあ、あのー、ファッションに関して、関しですね、えっ、ー、とー、ウェブのな、ウェブを用いて発信するっていうことを、結構長い間やられてる方でございまして、日本で言ったら第一人者くらいなんじゃないかっていう、まあ、主にブログとか多分、メルマガか、メルマガとかだったと思うんですけど、うん、まあ、それくらいの方でね、うん、メルマガが結構すごいんですかね。 っていう方ですね。で、最近、こう、まあ、YouTube もやられてるということで、えー、僕もですね、かねてから、一応存じ上げてはいたというか、まあ、それこそ、YouTube とか今の仕事やる前から、えー、学生の時からですね、あのー、知ってはいました。で、その当時、うん、昔はね、僕はま、はっきり言ってですけども、これあのー、m b さんのことが、まあ、好きじゃないというか、結構嫌いで、<laughs> 嫌いでしたね。ぶっちゃけで言うと、嫌いだったんですよ。まあ正直なところ言うと。<laughs> はい。えっ、ー、と、何がね、じゃあ何が嫌いなのかと、申し上げますと、その、MV さんってどういう、えー、方かというか、どういうことをされてきた方かというと、まああの、簡単に言うとというか、簡単に言うと、まあそのファッションのことはあんまり、まああの、まだわかんないと。 何着たらいいか分かんねえよ、みたいな。まあそういう、まあ特に男性はね、そういうの人多いじゃないですか。多いと思うんです。で、そういう語り方々に向けて、じゃあまあ、あのー、こういう風に着るのがいいですよ、みたいな。まあある種のルールみたいな。なんかルールみたいなのを、こう、まあ作ってあげるというか。まあだからこう、 ね、そういう人たちは、まあ、な、もう基準がないから、何来たらいいか分かんないし、右も左も分かんないし、とにかくダサいと思われたくないし、みたいな。なんかそういう方々に、まあ、ね、え、え、まあちょっとガイドラインを引いてあげるというか。だから確かあの、まあメルマガの内容も多分基本、基本というかまあ軸は多分そこなんですよね。そこ。だからまあちょっとモテるとかっていうところにも入るんかな。おそらく多分ちょっと入ると思うんですけど、そういうところで。 えー、確か本とかもね、出版されておりまして、えー、確かこう、最速でおしゃれになる方法みたいな、確かたそういうタイトルだったんですけど、まあなんか、ドレスとカジュアルの、 割合だから全身のスタイリングですよね。スタイリングのそのバランスを何対何にするように工夫するといいです、みたいな。で、具体的にはなんかこれ、なんだろうな、スキニー黒スキニーだとか、まあそれはユニクロでいいんだとか。まあそういう感じの、まあレクチャーしていく。まあ、ある種のハウツーじゃないですけどね。そういうコンテンツだったんですよ。で、えー、そういうことに対して僕は、一方で僕は、あの、 好きなもの好きなように来たらいいやん。来てる人が楽しかったらいいやん。楽しむのが一番でしょうみたいな考え方 <laughs> なんですよ。まあこれ今もそうですけど、今もそうですけど。まあ誰が何を言おうか。えー、自分で好きなもの好きなように来たらええやんっていう話なんですよ。ってなるとちょっとこう、そこがね、あのー、あんまり愛入れないというか、まあ僕からするとその MB さんがやられてることって、 なんか自由だからこそ楽しいしなんかあのいろんな可能性があるっていうのが、まあ、僕はファッションなのかなとかって思ってたのでなんかそういうルールみたいなのを作ってこれが正解ですこれが間違いです不正解ですみたいな感じにするのはんーなんか違うんじゃないっていうふうに思ってましたし。あのー、そういういなんか 情報を得た人たちが、まあ、あの、右も左も分かんない状態でそういうのを入れると、まあ、なんかそれが、真理みたいな感じになって、結局、なんだろう、絶対的な、その MB さんの基準こそがファッションであるみたいになっちゃうと、なんかそれから少しでも逸脱すると、なんか、うん、その一、逸脱した人がこう、 あのディスるじゃないですけどみたいな感じになるのはなんか僕は良くないんじゃないかなっていうかうんそんなもんないんだからというふうにずっと思ってたんですよだからあんま好きじゃなかったですそんなルールなんかごちゃごちゃあの作るんじゃねえよみたいな <laughs> 作んじゃねえよみたいな思,い思っててこれ正直なところ なんだけど、今、あの、僕ずっと過去形で話してるじゃないですか。嫌いでしたと。嫌いだったっていう感じで過去形で話してます。というのも、まあ今どうかと言われたら、もう今は全然嫌いでもないんですよ。嫌いでもないです。まあじゃあ好きかと言われたら。 <laughs> まあ、それまた別の話ですけど、あのー、嫌いではなくて、むしろ、リスペクトしてるっていうのが、まあ、一番正確な表現かなというふうに思いますけども、リスペクトして、まあ、すごいなと思うんです、単純に。というのもね、まあ、ちょっとあるきっかけがございまして、あ俺はガキだったなっていうふうに思ったよな。<laughs> そんな嫌いだとか言って、ガキだだったな。好きじゃねえとか言って、あ、う、あ、ん、なんだよみたいな思ってたのはガキだったなと思ったきっかけがあって、それは、例えばですけど、まあ、誰しもあると思うんですけどね、自分、 じゃあ何のこう前提の知識もないというか、何の右も左もわからないことをやろうとやろうとかしろうとした時に、やっぱね、何かそうやって教えてくれる人と存在ってめっちゃありがたいなっていうのを実感したんですよ。よ例えばね、カメラとか、うん、まあ僕ちょっと前にカメラとか買いましたけど、その時だってまあ右も左もわかんないわけですよ。買ったはいいけどね。 な、うんとなく買ったらいいけど、じゃあなんだ設定がいろいろあります。露出がどうとか、こうやるとこういう風に取れます。えー、なんかいろいろあるんです。まあ、あの、僕も今でさえ全く全てを把握してるわけではないんですけど。まあまあまああるじゃないですか。でもそういうのも、なんかやっぱその初心者というか何も知らない人に対して、こう、まずはの取っかかりみたいなものをこう提供してくれる存在ってね。やっぱありがたいですよね。うん で、僕もなんか実際その YouTube で調べたりとか、まあネットでくぐったりとかもしたことあるんですけど、そういう風に分かりやすく丁寧に、あの、教えてくれる人っていうのはね、あ,ありがたいなと思った時に、あ、確かにと。ファッションでもこれ同じことか,かもしれんと。うん。自分がその立場になったら確かに MB さんみたいに、何の自分の中に基準もない中で、まあこれをやれば、あこういうものを買えば、うん。間違いないよ。 教えてくれるわかりやすく教えてくれる存在っていうのは多分すごい、うん、ありがたい存在だなと思いますし、で、そういうのがきっかけになってね、うん、まあ、よりファッションが好きになって、で、もしかしたら、そういう方々がなんかのタイミングで僕のチャンネルにたどり着いてっていう可能性も何にしもあるなわけじゃないですか。ってなると、そういうふうになんか、は,ーはー最初のとっかかりを作って、まあ、間口を広げてくれてる存在っていうのは、 すごい、その、重要な、重要な役割ですし。まあ、MB さんはそれを、こう、分かってね、え、需要があるところに、こう、当て込んでったのかなっていうふうに思うと、ああ、すごいなと思いますし、なんならそのメルマガとか、まあ、YouTube もそうですけど、まあ、ね、多くの方が、こう、購読していて、まあ、需要があるわけですから。まあ、あの、うん、それはそれで成り立ってるわけで。っていうふうに思ってから、 なんか、その、ま、嫌いとか、そういうことは違ったな。俺がガキだったなという <laughs>。視野が狭かったなっていうふうに思って、うん、なり、ま、今は全然そういうことないし。ま、なんならその、なんですか。ま、歳もね、おそらく、年上でしょうし、ない。ちょっといくつかご存知、存じ上げないんですけど、歳もちろん上でしょうし、ま、ファッションのキャリアで言っても大先輩なわけですから。ま、あま、あま、あやっぱり、あの、そこは、 うん、単純に、単純に、会ってお会いしたことも何,何もないですけど、リスペクトはしてます。そういう意味において。はい。っていう感じですね。うん。はい。なので、まあ、今回は、非常に、まあ、ちょっとキャッチな、キャッチな話題かなと思ったんで、えー、話してみました。はい。 まあ別に僕はその、ウィンさんのチャンネル見てみてくださいとかなんか変に <laughs>、変に <laughs>、宣伝みたいなことをするのもなんかまあ、おこがましいとか変な話ですから、まあそういうことはしませんけども。うん。まあ,あ、そういう感じでございます。ね。はい。よし、あと10秒くらい。いや、すごいですよね。うん。あの、商売上手ですし、あのー、 時代の流れに合わせてね、どんどんこう、プラットフォームを変えてやってるっていうのがね、僕はもう、見習うべきことかなと思いますよね。かね、最初、ブログとか、まあメールマガからスタートして、で、今はね、こう、じゃ次なんだろうインスタとかもやられてるでしょうし、まあ SNS 全般、そして YouTube にっていうことで、そういうふうにこう、 時代の変化に対してのアンテナを張ってね、あの次々にこう新しいことをしていくっていうのは、これ非常に大事ですからね。大事なことじゃないですか。だから僕もそういう姿勢は常に持ち続けなきゃいけないなと思ってますから。はい、そんな感じです。ではまた。